よどうも、工藤浩二44歳でございます。今週も北海道は札幌から投稿いたします。季節柄ちょっとお雑煮の話題になるんですが、まあ今まさに真逆の季節ですいません。このお雑煮といえば非常に地域性が強い料理というイメージがありますよね。もちろんその家その家によって違いはあるんでしょうけれど、関東では醤油ベース、関西では味噌ベースのお出汁というのが一般的なようです。入れるお餅も東は角餅、西は丸餅と言いますが、変わったところではその丸餅にあんこが入った香川県のお雑煮、そうかと思えば島根県ではその逆でぜんざいのような小豆雑煮ですとか、徳島県では里芋とお豆腐だけでお餅が入っていない醤油だしのお雑煮で、九州の方へ行きますとまた醤油だしが一般的になりまして、福岡ではブリ、鹿児島ではエビといったようにご当地の魚介やまた野菜などが入ってくると聞きました。熊本では納豆と一緒に食べるお雑煮があるそうですけれど、僕は44年間熊本と納豆の関係についてついぞ考えたこともなかったんですが、ちょっと調べてみました。総務省統計局が公開している納豆の2017年から19年の平均支出金額政令指定都市ランキングというのがあるんですが、大丈夫ですか、ここまでついてこれてますか。で、まあ第1位からずらーっと、まあ東日本の都市が続いていまして、で熊本市なんと堂々の第16位にランキングされているんですね。おめでとうございます。17位の札幌市より上なんですよ。で、これはもう裏を取らなければと思いまして、熊本市が政令指定都市になった2012年の統計まで全て調べてみましたら、どれもトップだったんですね。西日本では。まあ大体全国の15位から20位あたりを札幌と競うようにうろうろして現在に至っております。
納豆の話は今回全然関係ないので、話題をお雑煮に戻しますと、これだけ地域色も千差万別、その歴史由来もまあ随分古いんでしょうが、こと北海道について言えば、これといった定番というのがないんですよね。クックパッドなんか見てますと、石狩鍋風に味噌ベースで鮭が入って、その上にイクラをもうこんもりかけたものすごいお雑煮のレシピなんか出てきましたが、少なくとも僕はそんなお雑煮見たことがありません。うちの実家では醤油ベースで、お餅は角餅、せいぜい鶏肉がちょろんとこう入った、何の面白みもない関東風のお雑煮でしたが、味噌ベースの家庭もあれば、丸餅を入れるお家もあります。格差社会の世の中ですから、そのどこかのお宅では、さっきの鮭にいくらてんこ盛りのお雑煮を食べているかもしれません。ただ、いずれにしても、とにかくバラバラなんですね。それというのも、やっぱり北海道というのは、先住民族であるアイヌの方々を除いて、そもそも内地、つまり本州、四国、九州から移住してきた人たちで作られた町ですから、その家のルーツによってスタイルが違うということになるんですね。蝦夷地と呼ばれていたこの土地が北海道と改称されたのは1869年、明治2年、江戸幕府が崩壊し、明治維新によって新政府が誕生したことに端を発します。この時設置された北海道開拓使、そして明治7年に始まりました屯田兵制度によって、身分を失った武士をはじめ、多くの人々が北海道各地に作られた町の開発と北方警備を担うため、東北地方をはじめとして全国から北海道に入植します。ちなみに僕は自分の家のルーツを知りません。ただ、今からちょうど20年前になりますか、父方の祖母が亡くなった時に親族がちょっと漏らしていたところでは、どこまで本当かわかりませんが、どうも八丈島の方らしいっていうんですね。八丈島といえば、その昔は流刑地でした。島流しってやつですね。まあ、うちがそうだったかどうかはともかく、こういった罪人であるとか、あるいはまた隠れキリシタンとして、かつて弾圧を受けていた人々も開拓使として移住してきたそうです。で、実はこの北海道、徳川時代からすでに蝦夷地の南部、バカリズムさんが手に持っちゃうあの辺りといえば、分かる人は分かるでしょうが、まあ、要するに渡島半島ですね。そこに松前藩という藩が存在していました。蝦夷地では気候柄お米の収穫が見込めないため、松前藩は主にアイヌの人々との交易でやりくりをしていたわけです。まあ、交易といってもそれは決して平等とは言えないもので、随分自分たちに有利になるよういろいろやっていたようですね。そうした状況の中で、大きな資金力を誇るあの近江商人が西日本から進出をしてまいります。で、幕末になりまして、皆さんご存知、元祖ヤンキー提督ペリーさんがやってきて、港を開け、このやろ、バカやろ、的な要求をいたしますと、1855年、静岡の下田港とともに、函館港が開港いたしました。そうなりますと、欧米から多くの外国人がやってまいります。和洋折衷のハイカラな建物が次々に建ちます。街もどんどん栄えていきまして、この函館は、北海道近代化の先駆けとなったわけです。その後、開拓使制度が廃止されてからも、集団での移住政策というのは積極的に行われます。この時、干ばつなどの災害に苦しんでいた石川県や富山県といった北陸地方の農家さんもたくさん移住してまいります。当時の北海道ではニシン漁が盛んでして、ニシンから作られる肥料というのが何でも上質だそうですね。人のそれよりよっぽどいいというわけで、内地のあちこちの農家で使われるようになります。こうして発展していった北海道ですが、もちろんそのプロセスにおいては、厳しい気候、自然との戦いですとか、アイヌ民族への不当な迫害ですとか、国境をめぐるロシアとの睨み合いですとか、そこに関係した全ての人の辛さ、厳しさ、悲しさの歴史があることも忘れてはいけません。さて、函館の町の西側、現在は函館ドックという造船メーカーになっている場所ですが、明治の初期の頃には、ここに弁天砲台と呼ばれる15門の砲丸を備えた大砲が設置されておりました。もともとは港の防衛のために作られたものなんですが、函館戦争ではあの新選組を中心とした旧幕府軍が立てこもって奮闘した場所としても知られております。ここから南へずっと行きますと、函館山がそびえているんですが、その間には南西方向にこう並行して、いくつもの直線の上り坂が道路として並んでいるんですね。
西から順に魚見坂、船見坂、千歳坂とこう続いていくんですが、そのうちの一つに船改め所から伸びる弥生坂というのがございます。この界隈はかつて3つのお寺が並ぶ寺町跡だったことから、家を改築すれば天保通報が出てきたとか、道路を掘り起こせば人骨が出てきたとか、まあ話題にはこと欠かない場所でした。この弥生坂の東に東坂を挟んで一番広い元井坂となるんですが、この周辺を富岡町と呼んでおりました。この一角で骨董品屋さんを営む主人がおりまして、今回はそのお話でございます。おーおーおー、松子松子、何やってんだおめえは。こら、猫のひげ抜いたらダメだ。んなことしたらおめえネズミ取らなくなるって昔から言うべさ。ああ、そうなの。まあ半角さえ悪さしてほんだね。爪切ったのもおめえだべ。猫の爪切ったらダメだ。この頃おめえその猫屋根の上滑って歩いてるべや。爪でかっちゃくから猫なんだべさ。ああ、だっておじさんがね、爪伸ばしたらダメだっておめえの爪残ってねえか。まあおめえの爪が伸びてようが俺は別に知らねえけんどもよ。せっかくの甥っ子なんだからそう言ってんだべや。まあいい。それよりマツコ、あんな、今日はおめえに大事な用事ばやるから、今からおじさんの言うことよーく覚えんだぞ。ああ。ああじゃねえんだ、大丈夫かめえは。でもな、月末はいろいろ都合悪いからな。俺が顔ば見せると、なんやかんや大義だ。おめえしかいねえんだからよーく聞け。おじさんもおばさんもいるべさ。そういうことじゃねえんだ。まあいろいろ説明してもおめにはわかんねえんだから、いいか、もうちょっとしたら大家さん来るから。ほんでおじさんもおばさんも奥さんいるけど、大家さんが旦那さんはって聞いたらな、他業でございますってそんだけ言えればいいんだ。そのぐらいわかるべな。あんだって。いやだから大家さんが旦那さんはって聞いたら他業でございますってそんだけだ。ああ、旦那さんはって聞いたら、なんだって。他業でございますって言ってるべ。たげ、そったらおめえはバカか。情けないなあ。まあいい。じゃあもうしょうがねえ。おめえ、かなぐれは読めたな。したっけおじさんがこの紙に書いといてやるから、ちょっと待て。他業と。ほれ、これ読んでみれ。たぎやうでね、それで他行って読むんだ。たぎやうで他行でございます。そうだ、それでいいんだ。したっけどうなんの。どうなんのってどうもなんね。おめえが他行でございますって言ったら大家さん蹴るから。いいか、おめえはこのおじさんいつもいるここさ、おっちゃんこしてじっとしてれ。あれだぞ、お客さん来たらおじさん呼ぶんだぞ。で、大家さん来たらその紙出して。他業でございます。そうだ、それでいい。わかった。大丈夫か、本当に。大家さん来たら紙出して、他業でございます。で、お客さん来たら、あり、なんだっけ。はい、こんにちは。ああ、おやさん。あは、うまいこと来た。なんだうまいことって。あは。なに、まっちゃん今日は店番してんのか。いや、偉いね。ちゃんとお手伝いしてるんでないかい。あは、なかなか言わねえな。なんだ。まあいい。それより、旦那さんは。あは、やっと言った。なんだって。だから、旦那さんは。あのね、ちょっと待って。あのね、あり。何してんだ、まっちゃん。いや、旦那さんどうした。あり、さっきまで会ったんだけどな。なんだ、さっきまで会ったって。亡くなっちゃった。亡くなった。はあ、そりゃダメだ、まっちゃん。旦那さん亡くなったのにそんなとこでヘラヘラしてたらそりゃダメだ。だってしょうがないっしょ、亡くなっちゃったんだから。いつ亡くなったのさ。今さっき亡くなっちゃった。どうしたのさ。どうしたっつったって、どっか飛んでった。飛んでった。うん。ああ、違います、大家さん。今度、馬鹿がとんでもないこと言って、驚かせてどうもすいません。タナチンの件でしたら、明日には必ずこちらから伺います。どうもすいません。今度、馬鹿野郎。なんてこと言うんだ、おめえは。大家さん、びっくりして出てったでねえか。
ああ、おじさん飛んで出てきたと思ったら、今度大家さん飛んでった。本当におめえはどうしようもねえバカ野郎だな。おめえは叱ってもダメだ。もうな、こっちが緩くね。ああ、怖い。あはあ。何一仕事片付けたみてえな顔してんだ、おめえは。表の掃除でもやってろ。えへ、ヘラヘラしてねえで表の掃除やれって言ってるべ。たくよ、おじさんいつもおめえに言ってるべ。商売人のうちは自分の顔と同じだ。店の前は綺麗にするのは身だしな、おい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 、そったら乱暴に吐いたらダメだ。だ、いつも言ってるべ。ほうきは立てて吐くもんでねえんだ。ほこりだらけになるべや。ほうきは寝かして吐くんだ。寝かしてって本当に寝かしてどうすんだおめえはよ。ほいたら掃除にならねえべ。したっけ、まあ、ああ、いい、いい、いい。まず水撒いてから吐け。な。掃除の前は水撒いてから吐くんだ。したっけ、ほこり出ねえべ。そのぐらい覚えねえとおめえダメだ。だ、バケツに水入れてひしゃくで撒くんだべさ。わかんねえのか、そんな。おいおい、ひしゃくで水撒くとおめえ何じゃーっと水撒かしてんだ。そうでなくて、首ば振るんだべさ。首ば振る、おめえの首でねえんだって。ひしゃくの首ば振って水撒くんだ。パーッとこう、ああ、すいません。お着物大丈夫ですか？いえ、すみません。はい、まだちゃんこいポン酢だもんで、後でよーく言って聞かせますんで、おめえな、もういい。中入れ。本当に困ったやつだな。表にいたら人様に迷惑かける。したっけ、二階の掃除でもしてれ。あはあ、わかった。部屋のもの勝手にちょすなよ。本当に緩くね。あら、打半こくわけでもね、ちょっぱりこけでもね、素直なボンズなんだけども、ああ、なしてもバカなんだべな。おい、おみつ、おめもよ、もうちょぺっとあれさ、説教こいてくんなば、俺は緩くねえんだ。こんなんだら仕事やってられねえ。ね、べ、さ、って、なんだこれ。ん？天井から水垂れてきたぞ。おい、おめ二階で花瓶でもひっくり返したんだべ。あのね、掃除の前は水撒いてから吐くんだ。バカ野郎、下っけほこりでねえべ。降りてこい。おみつ、二階水浸しでわやだ。おじさん、俺掃除いいのか？もういいや、おめえは。何にもしなくていい。もう一回ここさ、おちゃんこしてれ。いい。今度は何にも覚えねえでいいから。ここさ、おちゃんこしてるだけで。何？店番？そったら偉いもんでね。お客さん来たらおじさん呼ぶだけだ。これならなんぼおめえでもできるべ。誰でもいいから、誰か来たらおじさん呼ぶんだぞ。わかったな。ああ。本当にやかましいおじさんだね。朝から晩までお説教こいてやだね。俺バカだからさ、お説教も時々だら、ああそっかーってなるのにな。今何言われたっけなーって考える前に次のお説教こかれるもんだからさ、頭ごちゃごちゃになってわかんなくなるよな。あは、雨降ってきた。したっけ、わざわざ水撒くことなかったしょや。ああ、みんな走ってるよ。あはははは。あの人なんか落としてた。アンパンかな。ああ、犬がくわえてた。ああ、俺も犬だったらな。バカでもめんこいめんこいって撫でてもらえたんだけどな。ああ、なんまらすげえ雨。あり、お店の前に誰か立ってる。誰かな。あ、こっち見た。あはは、何してんの。あ、ボンズ。ちょっと、急に雨降ってきたもんだからよ。軒下借りてんだわ。軒下、借りてんの。ダメだよ。うちのおじさんやかましいから怒られるよ。そんなの外したら。どこ持ってくのさ。持ってくわけでねえよ。面白いこと言うポンズだな。おじさん、傘貸すかい？ほんだポンズ、貸してくれんのか？いや、通り雨だばいいんだけどな。ちょべっと急いでるんだわ。貸してくれっかい？いいよ。そこさ立ててあるしょ。ん？ああ、これか。
いや、ボンズ、助かった。したっけ、また来るわ。いいよー。おい、マツコ。おめ、今誰かと喋ってたか。うん。誰だ。あは、あのね、軒下借りてるっていうの。そんなもの外して持ってかれたら困るから、俺ダメだよって言ったさ。軒下っておめえ、雨宿りだべさ。雨や、わかんね。だからね、カサカしたさ。どれ貸したんだ？そこさあったやつ。おい、それ俺の蛇の目だべや。おめえ誰さ貸したんだ？あのね、着物着て、帯した人。着物着たら帯すんの当たり前だべさ。知らぬ人さ貸したのか？うん。おめえダメだ。あの蛇の目を、おじさん、結構奮発したんだぞ。そんなの。おめえな、なんでも知らねえ人さポンポン貸すもんでねえんだぞ。そりゃ傘なんか特によ、誰でも借りた時はすぐ返すべって思うんだ。けど雨やんだらおめえ、大体面倒でそのままさなんだわ。あらー。あらーでねって、傘には傘の断り方っつうのがあんだ。あは、貸さないよ。そうでねって。あー。うちにも貸し傘が何本かございましたが、こないだからの長引きで骨は骨、髪は髪、バラバラになりまして使い物になりません。焚き付けにでもしようと思って束ねて物置に掘り込んであります。それがおめえ、待てに言う断り方だ。あ、そう。したっけ、今度来たらちゃんと言う。ちゃんと言うでなく、誰でもいいから誰か来たらまずおじさん呼ぶんだぞって言ったべ。なんたかとおめえではどうもなんねんだから。ああ。やがましいなぁ。なしてあんなガミガミ言うかなぁ。大間ちゃん、いやぁ、なんまろすごかったなぁ、さっきの雨。ほれ、あの黒い雲見てみ。今頃、天神町あたりだべか。あはぁ、晴れた。いや、まちゃんさ、ちょぴっと頼みやんだけどもよ。どうしたの？いや、ネズミさ、押し入れの中でごと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 やってんの。うちのやつみんな嫌がってどうもなんねんだ。で、ほれ、まっちゃんとこ猫いたべや。あれちょっと借りてんだわ。ああ、猫。ダメなの。貸さないの。もして。さっきまで習いがったんだけどもね、うちではもう貸さないの。だからなしてよ。あのね、うちにも貸し猫が何匹かございましたが、何さ、貸し猫？こないだからの長敷けで骨は骨、皮は皮、バラバラになりまして使い物になりません。焚き付けにでもしようと思って束ねて物置に放り込んであります。まっちゃんとこう、猫ば焚き付けにすんのか。はぁ。したっけ、まあ他で頼むけど。あ、そうか。旦那さんによろしく。ああ。おい、誰か来たらおじさん呼べって言ったべや。誰よ。ああ、今ね、お向かいの大宮。大宮さんだべ。こんなまずれ口聞くな。ああ、それ。それがね、押し入れの中でネズミがごと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 やってっから猫貸してくれって。おお、おめえがさっき半角せことしてた猫いるべさ。何も貸したら一緒。大丈夫。ちゃんと教わった通り断った。おめえなんて言った。うちにも貸し猫が何匹かございましたが、おい待て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 、貸し猫、こないだからの長敷けで骨は骨、髪は髪って言おうとしたども、そこは俺も頭くるくるーっと働かしてな、猫だけ、皮は皮、バラバラになりまして使い物になりません。焚き付けにでもしようと思って束ねて物置に掘り込んであります。そら、おめえ、傘の断り方だべさ。したっけ、他で頼むって帰ったよ。おじさんによろしくって。そら、俺がおかしいと思われてるで、猫め。猫だら猫の言い方がちゃんとあんだから。うちにも猫が一匹おりましたが、こないだからすっかり盛りがつきまして、とんとうちへ寄りつきません。久しぶりに帰ってきたと思ったら、そこは所詮癒やしい畜生のすること。どこかでエビの尻尾でも食らったんでしょう。うち中ピーピー垂れ流す始末でございます。うっかりお宅へお連れになってお座敷に粗相でもするといけません。またたび舐めさして奥で寝かしてありますってことなんだ。うわぁ。
だんだん難しくなるな。下から言ってるべさ。誰か来たらおじさん呼べって。わかったよ。たく、偉すぎねえぞ。おじさんおっかねえな。どうしてあんなにどなるかな。失礼いたします。20軒坂下末広町の高田屋から参ったものでございます。ああ、何？実は、私どもの主人では少し目の届きかねる品がございまして、こちらの旦那様のちょっとお顔をお借りしたいと伺ったんでございますが、うちの兄さんの顔？あったらおっかない顔。あれ取り外せんのかな？まあいいや。うちにもおじさんが一匹おりましたが、は、こないだからすっかり盛りがつきまして、あの旦那様がですか？ああ、とんとうちへ寄りつきません。久しぶりに帰ってきたと思ったら、そこは所詮癒やしい畜生のすること、どこかでエビの尻尾でも食らったんでしょう。うち中ピーピー垂れ流す始末でございます。お腹壊したんですか？うっかりお宅へお連れになってお座敷に粗相でもするといけません。またたび舐めさして奥で寝かしてあります。はあ、ちっとも存じませんで。帰りまして、主人ともども改めてお見舞いに伺いますので、よろしくお伝え願います。おい、誰か来たらおじさん呼べって何遍同じこと言わせんだおめえは。あはあ、帰っちゃった。母でねえんだっておめえは。誰さ。あれ、なんとか町の、そうだ、高田屋さん。なんだってよ。あ、なんか、目が届かないんだって、遠いんだね。バカだな、おめえは。高田屋さんだわ、20軒坂降りた末広町だ。だそったら意味でなくて、目利きの話だべさ。何もすぐ準備すれば出れんのに、なんで帰ったのよ。あのね、おじさんの顔貸してって言うから、外して持ってかれたらダメだーって思ったから、俺ちゃんと断っといたさ。バカ野郎！そったら仕事の話おめえ勝手に断んでないって！ほんでおめえなんて言ったのよ。うちにもおじさんが、旦那が一匹おりましたが、おめえ言いふりこくとこ違ってねえか。こないだからすっかり盛りがつきまして、そったらことだと思った俺は、おめえのことだばそうだな。とんとうちへ寄りつきません。久しぶりに帰ってきたと思ったら、そこは所詮癒やしい畜生のすること、どこかでエビの尻尾でも食らったんでしょう。うち中ピーピー垂れ流す始末でございます。うっかりお宅へお連れになってお座敷に誘うでもするといけません。またたび舐めさして奥で寝かしてあります。にしてもそれ全部言うか。おめえ、他行が覚えらんなくて、なしてそったらどこだけ起点聞かすのよ。俺、おっかねえよ、おめえ。どったら頭してんだ。あはー。なんも褒めてねえんだ、このバカ野郎。おい、おみす、羽織り出してくれ。事件場起きた。あー、ちょっと俺、水着で調査行ってくるわ。急がねば取り返しもつかなくなる。あもういいや、もう遅いかもしんねえぞ。あこれはわかんねえ。おめえもう最悪の事態、覚悟ばしとけよ。これに一人で店番さしといたらダメだ。これ、マツコ。おめえもう何も喋るんでねえぞ。あーも喋ったらダメだ。おばさん、奥でうちの仕事してっからって勝手したら絶対ダメだ。ええか、誰か来たらもうすぐおばさん呼ぶんだぞ。わかったな。あ、喋るな。おみす、おめも頼むぞ。これさちゃんと見てろな。ええか、気ぃつけろよ。まああんな慌てて転んだりしたら怪我すんでないかい。あ、行っちゃった。行っちゃったでないって、おめもおじさん、ダーリのせいで飛び出してったのさ。俺、待つ。ちゃんとそこにおっちゃんこして。一回、おばさん台所にいるけど、誰か来たら必ずおばさん呼ぶんだよ。わかった？ああ。あは。やっとこそ静かになった。おばさんの方が優しくていいよ。お説教だっておじさんみてえに怒鳴らねえもんな。だけんどもおじさんなーしてあんなにどうなるかな。おめえはバカだって。朝から晩までガミ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 。おじさんもまあ元気だね。あったら元気だら当分死なねえな。俺より長生きすんでねえべか。はあ、うん、爪切り爪切りって言うからさ、
猫の爪切って、いやー、それまでかけたのにな。猫の爪切ってダメだ。爪でカチッから猫なんでびせ。何でも掃除せねばダメだって言うからさ。お庭の石道路を磨いてピカピカにしたのにな。これ苔はついてこそなんぼのもんだ。俺わかんねえよ、そったら難しいこと。はあ、俺はこのまま一生バカなのかな。つまんないな。あ、誰か来た。何？ごめんやす。あ、ごめんやす。あ、ごめんごめんだって。何悪いことしたのさ。怒られに来たんだば、怒る人今いないよ。あんた、でっちはんでっか、ぼんちでっか、だはん、おるすかいな。さやったらちょっと、おことづけ願います。わて、中橋のな、加賀屋佐吉方から参じましたんで、へ、先導中飼いの弥一が取り継ぎました道具七品のうち、遊女、工女、僧女、三作の見所門、並びに備前長船の乗り光、渋一五社礼、横屋総民、小塚好きの脇差し。捕まえな、旦那さんが高屋さんやと言うてはりましたが、埋もれぎやそうで気が違う取りますさかい、念のためちょっとお断り申し上げます。次は大爆さん、金明地区、ずんどの花行きには遠州総保の名がございます。織部の皇后、のんこの茶碗、古い池や川津飛び込む水の音を言います。ふらぼう消失の掛け物、たくあん、木あん、陰間禅師、張り混ぜの小屏風。この屏風な、わての旦那の旦那寺が兵庫におまして、兵庫の盆さんのエロをこのまます屏風じゃによって、兵庫にあって、兵庫の坊主の屏風にいたしますと、こないおことづけ願い申します。おお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 おわては中橋の加賀屋佐吉方から使いに参じまして、先祖中飼いの弥一が取り継ぎました道具七品のうち、遊女、工女、僧女、三作の見所門並びに備前長船の乗り光、渋一五白屋、横屋、総民、小塚好きの脇差し、この捕まえ、旦那さんが高屋さんやと言うてはりましたが、埋もれぎやそうで気が違う取りますさかい、念のためちょっとお断り申し上げます。次は大爆さん、金明地区、ずんどの花池には遠州総保の名がございます。織部の皇后、のんこの茶碗、古池や河津飛び込む水のと言います。風羅坊消失の掛物、たくあん、木あん、陰間禅師、張り混ぜの小屏風。この小屏風な、わての旦那の旦那寺が兵庫におまして、兵庫の盆さんのエロー、このまます屏風じゃによって、兵庫にやって坊主の屏風の坊主にいたしますと、こないおことづけよな。おばあさん、おばさんも一緒におかしいの見るべ。なんか変なのが兵庫の喋ってるんだわ。あはー、変な人だ。変なのはおめだべさ。どうもいらっしゃいませ。失礼しました。どちら様でしょう。あ、お家はんでっか。は、いや、お家はんでしたろ。お湯屋さんですか。お湯屋さんでしたら、もう二丁ばかりあちらに花の湯さんと、いや、風呂ちゃいまんねん。あた、おかみさんでんな。あ、あー、はい、家内でございます。あー、さやか。わてな、中橋の加賀屋佐吉方から使いに参じまして、先祖中飼いの弥一が取り継ぎました道具七品のうち、遊女、工女、僧女、三作の見所門、並びに備前長船の乗り光、渋一五白井、横屋総民、小塚好きのお化け出し、この捕まえ旦那さんが加賀屋さんやと言うてありましたが、埋もれぎやそうで気が違う取りますさかい、念のためちょっとお断り申し上げます。次は大爆さん、金明地区、ずんどの花行きには遠州総保の名がございます。織部の皇后、のんこの茶碗、池や川津飛び込む水の音を言います。風羅坊消失の掛物、たくあん、木は陰間禅師、張り混ぜの小屏風。この屏風な、わての旦那の旦那寺が兵庫におまして、兵庫の盆さんのエロをこのます屏風じゃによって、兵庫にやって兵庫の坊主の屏風にいたしますと、こないにおことづけをお願いしまんねんけどな。ちょっと待つ。お茶をお出しなさい。お茶をお出ししなさいっていうのに、お客様の顔ば指さしてケラケラ笑うんでないの。お茶を持っていだ、猫蹴飛ばしたらダメだって。あ、すみません、今ちょっとこれが悪さしたもんでお説教を聞き損なったところがございますので、恐れ入りますが、もう一度。またでっか。
わて、その前にな、このデッチハニ二度やってまんねんで。お願いします。あ、ほな、もうこれきりです。よう聞いてくれからや、よろしいか。あてな、中橋の加賀屋佐吉、ご存知でしたろ。中橋の加賀屋佐吉方から使いに参じまして、先導、中貝の八一が取り継ぎました道具七品のうち、遊女、工女、僧女、三作の見所、門並びに備前長船の乗り水、渋い、こちら、横屋、総民、小塚杉の巻き出し、この捕まえ、田中さんが高屋さんよと言うたかりましたが、埋もれ家はそこで、気が仕事を取りますが、念のためちょっとお断り申し上げます。次は大爆さん、金名地区、ずんどの花池には演習双方の名がございます。織部の東郷のんこの茶碗、古池や川、陽気にとこなはれよろしおますか。古池や川ず飛び込む水の尾と言います。風羅坊消失の掛け物。たかもか人間全治、張りまぜの小屏風。この屏風の待ての旦那の旦那誰が兵庫におまして、兵庫の盆さんの野郎このます屏風座によって、兵庫の坊主の屏風にいたしますと、こないにおことづけを願います。ほな、せきますさかいごめんやすー。あれ、ちょっと、あれ、これ大変。こっちもまた事件でないかい。あはー、笑うんでないの。おめが早くお茶持ってくれば、もう一遍ぐらいやってくれたかもしんねべさ。あれまあ、あんな早口で何喋ってんだか全然わかんないっしょや。松おめ、おばさんより何遍も聞いたんだから、なんかちょぺっと覚えてないかい。あは、ね、兵庫の兵庫のって、兵庫おばさん、おかしいね。おかしくねえって。何を大声でぐっちゃべってんだ、お前たち。あ、お帰んなさい。おみつ、おめえ、珍しく店先でそったら大声出して、なーした。あ、いや、さっき、お客さん、二人して見送ってたもんで、末平町はどうでした？いや、それはとおめえ大変だったわ。こっぱずかしいなんてもんでねえぞ。こら、松子このバカ野郎。あ、いやまあそりゃいいんだと思う。なんだめ二人して見送りって。あ、いや、下からお見えになってお帰りになって。いやそりゃお帰りになるから見送るんだべさ。お客さんお見えになったのは。ええ、お客さんお見えになって。だからそりゃ分かったって。どこからよ、どんなお客さんよ。どこからって、あっちから着物着て帯締めたお客さん。おめえバカ映ったんでねえか。おめえが出てそれならこれと同じでねえか。どこから誰ば来て何の用事喋ったのよ。どこ、誰、あ、中橋の加賀屋佐吉さん。え、佐吉さん、佐吉さんわざわざ来たのか。いや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 、そんでなくて、お使い、お使いの方。おめえが俺さ聞いてどうすんだ。まあ、もう佐吉さんだら大阪の中橋だもの。そりゃ使いの人だべ。そりゃ、あれは使いの人だわ。うん、ほんで中貝の、八一さん。いちいち俺さ聞くんでねって。中貝の八一だべ。はあ、仕事随分任してんだから。おめえだって何遍も会ってるべや。八一がなした。気が違った。やいちがか、そりゃ大変だぞおめえ。はあ、仕事頼みすぎたんだべか。ほんでなしたって。遊女を買った。ほったらことしたか。はあ。ほんで遊女が工場で掃除が好きなんだと。まあ、おなごぶりばいい遊女なんでないかい。ほんでそれずんど切りにしたとかしねえとか。なんだそら、したかしねえかで大違いだぞおめえ。ほんで八一は今どこさいんのよ。あれ、御座船で備前の方さ向かったんだけども、兵庫さ行ったって。備前でも兵庫でもいいけどよ、御座船って屋形船だべや。おめえ函館から兵庫までそったらもんで行ったってか。したから途中でお腹が空いて、たくあんといんげん豆でお茶漬け食べたんだわ。まあ、人間でも、トウキビでも、どれでお茶漬け食っても人の勝手だ。だけんども、どれだけ食べても、のんこのしゃ。その話、どったらことになってんのよ。ほいで何？八一は兵庫さんいんのか？ほんで、兵庫のお寺に、お坊さんいんのさ。それおめえ寺だもん。坊さんいんのは当たり前だべよ。
それがなしたのよ。そのお坊さんと屏風の影で一緒に寝たいって。やいちがか、そったらことさなってんのか。したっけ、その向こうにまた屏風があって、またお坊さんいんのさ。ほんでその向こうにまた屏風とお坊さん、その向こうもまた屏風とお坊さん、屏風とお坊さんと屏風とお坊さんと屏風とお坊さん。私何喋ってんだべか。おめえがわかんねえのに俺がわかるわけねえべや。しっかりしろよ、おい。おめえの話したら弥一は嫌だぞ。なんだ、あ、気が違って、工場で掃除好きの遊女ば買って、それずんどぎりにしたのか死んねえのか、ご座船で備前の方さ向かう途中で腹減ってたくまんと人間でお茶漬け食って、そんで結局兵庫さ行って坊さんと屏風の陰で寝たくって、屏風の向こうにまた坊さんと屏風と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 はっちゃけこいて喋った割には話が全然わかんねえ。もっとよ、はっきりしたことなんかあるべさ。だけんども、古池さ飛び込んだって。なーにー、弥一が古池さ飛び込んだ。そら大変だぞ。あいつには道具7品ば買えって、もう金払ってんだわ。あれ買ったんだべか。いやー、買わず。早口な上に専門用語が並んでいるので、相手が何を言っているのか分からず、支離滅裂な解釈をしてしまうという金名地区でございました。この YouTube 落語第10回目のタラチネですとか、またその時にも少しお話ししましたジュゲムですとか、こういう長い口上が出てくるお話というのは前座さんが修行時代によくやられることが多いそうで、前座話とも呼ばれています。まあ結局この髪型から来たお客さんが何を喋っていたのか意味をお知りになりたい方は、普通にインターネットで金名地区落語で、意味解説とか、なんかそういうキーワードで検索するとたくさん出てきますので、そちらをご覧になってみてください。ただこの口上の中にわずかに登場するタイトルの金名地区なんですが、これは何でも竹の変種だそうですね。いわゆる茎の部分が金色でして、でこれに一節おきに緑色の線が縦に入っているという、まあ僕も写真でしか見たことがないんですが、今でも普通に鉢植えなんかで売買されているとても美しい竹です。で今回函館が舞台となっているのは当然僕のアレンジです。江戸の骨董品屋さんに上方からお客さんが訪ねてくるというのが元ネタなんですが、このお客さんの方が上方言葉ではなく名古屋弁だったり津軽弁だったり博多弁を喋るというバージョンは、比較的いろんな話し家さんが演じられています。どれも難解でやっぱり意味が伝わらないという点では同じなんですが、このお店自体がそもそも江戸ではないという設定はちょっと僕は聞いたことがありませんでした。それをある方からお店の人たちを北海道弁でやってみてという、まあ、リクエストをいただきまして、今回こういう形でやらせていただきました。ただ冒頭のお雑煮と同じで、一口に北海道弁といっても地域によって違いますし、バラバラなんですよね。なので比較的訛りの強い道南の浜言葉に視点を置くために函館を舞台にいたしました。こういうアレンジをしてみることで元ネタのおかしさとはまた違うおかしさを僕自身は発見できたのですが、お聞きいただいた皆さんにも楽しんでいただければ嬉しい限りです。
さて、今週もゲストの方にお付き合いをお願いしました。金明地区を北海道弁でとリクエストしてくださった方でして、今週は福岡とお電話をつないでおります。演劇コーディネーターの黒木香織さんです。こんにちは。こんにちは。どうもです。ご無沙汰してます。どうもです。ちょっと聞いてる方にご紹介なんですけれども、黒木さんは演劇の制作に関わる一方で、福岡で活躍する俳優さんたちが話し家として講座に上がっている落語ジャヤでいいのかな、これは。落語ジャヤソネスの席亭として落語ですとか寄席のプロデュースもされている方です。僕が黒木さんと知り合ったのが今からもう実に18年前の2002年ですね、うん、僕が当時加入していた大阪の劇団が福岡でも公演を行っておりまして、その際にいろいろとご尽力いただいたのが黒木さんになります。それ以来のお付き合いとはいえ、一番最後にお会いしたのが4年前の秋なんですよね、うんうん、千歳空港でわずかな大勢を札幌に遊びに来るはずだったんですけども、気候のね、台風とかの影響で、ね、うん、千歳空港でわずかな時間あって、そこから出れなかったというもうそれから4年になるんですけども、元気でしたか？元気です。この元気、あ、元気ですよ。心配で、あの時慌てて行ったんだよね、うん、そうだね。あれからまた状況もいろいろ変わって、うん、お芝居もその後また再開をさせていただいて、今こうやって、うん、こうコツコツと始めていってるんですけども、うん、で、まあ、そう、福岡はどう？暑い？暑いけど、なんかね、うん、今日から台風が近づいてきてて。もうそんな時期か。そうで、台風の風が結構ある感じかな。うん。まあ、ざっと体温ぐらいは上がってるね。うんうん、今、36、7度ぐらい。でも、うん、福岡って僕、その18年前に、あれは秋だって、11月ぐらいだったけども、うんうん、行った時はもう結構、真ん中にね、川がね、中川って流れてるから、そうそうそう、意外と冬場とか寒いんだよね。結構ちゃんと寒いよ。寒いよね、うん。だから、夏はね、今度いつかお邪魔したいなと思ってるんですけども。うん。山笠においで。そうですね。お祭りに。うん、ねえ、ねえ、一蘭とか行ったもんね、ラーメン食べに。で、今回は黒木さんには、金明地区を北海道弁で、このやってごらんよというふうに、こう、まあ、リクエストっていうか、そういうふうにいただいて、ちょっとやってみたんですけども、うん、で、普通でしたら、大体、ゲストの方に収録する前に、音声聞いてもらって、感想を聞いたりしてるんですけども、今回、黒木さんには、まだ、一切感想を聞いてない状態で、今、録音してます。ぶっちゃけ、いかがでしたか？もうね、言葉が一丁わからん。わからない。すごい、全然違う歌やね。あ、びっくりした。いや、それも含めてすごく面白かった。面白かったですか？ありがとうございます。ポカンとしたよ。まあ、実際北海道って言っても、その南部の方の、僕のじいさんばあさんが函館、まあ、おしゃまんべとか函館とかあっちの方出身なので、うんうん、ちょっとね、で浜言葉なんで、ちょっと東北弁に近い形が入ってるような感じなんだけども、うん、なので結構なまりがきつくて、多分北海道の人が聞いても、場所、住んでる場所によってはこんなこと言わねえよっていうふうに思うかもしれないんだけども、で僕自身も、北海道広いもんね。うん。うん、僕自身もね、聞いたことがない言葉もあったんで、函館の方言っていうのをちょっといろいろ、いろいろ調べながら、無理やりつけながらやったんだけども、うんうん。いや、北海道のこと全然知らないからさ、うんうん、その、成り立ちというか、うん、その、
とんでん兵じゃないけど、なんかその成り立ちのところから説明してくれてすごい分かりやすかった。本当、あの、うん、どうせだったらね、なんか、うん、なかなか落語で北海道を舞台にするっていうのは、前聞いたことがないんでね。うんうん、大抵、まあ、あの、大阪か東京か、あとせいぜい京都かとか、そんなもんだよね。うん、うんうん。あの、今回どうして金明地区だったのかな？黒の大阪弁って、そういえば聞いてないなと思って、で、この間、大阪弁のやつを一個やったじゃない髪型の落語をさ、うんうんうん。で、あ、いけるじゃん、というのもあり、うん、うん。あと、本当に北海道弁って聞いたことなかったから。あれ、うん、面白かったのは、うん、髪型のあの、お客さんの方が、うんうん、その名古屋弁にしたり、博多弁にしたりっていうのは、うんうん、まあ結構やって、実際プロの噺家さんでもやられてる方いらっしゃるけども、迎える側の方の、うん。方が方言を使うっていうのは方言対方言になってるから結局どっちも方言なんだよね、うん、あれは面白いなと思って、だからあの何言ってるかさっぱりわからんわとか言いながら、あんたもわかんないよっていう、そう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 、お互いわからない、そう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 、だからそういうところでね、なんか客観的に聞いてる人が見たらどっちも似たようなもんじゃんっていう風な部分も出てくるのかなと思って、ただ、うん、あの今回かなりね、あの難易度高かったやっぱりあの口上はちょっとね、うんうんうん、やったの初めてだったんで、うんうんうん、あのね、あのしかも骨董のその、うんうん、専門用語はね、うんうん、出てくるからなかなか難しかったんですけども、そっか、喜んでくれて何よりです、うんあのそうそう、うん、落語ではストレスでも、うん、あの必ず、まあ、字の言葉、博多の言葉に変えてやって いるんだよね、うんうんうん、コテコテにしなくても自分の言葉に変えるっていう風な作業は必ずしていて、うんうん、でそういう時に金明地区だと多分江戸の人が聞いた時に、うん、そのよその人がやってくるっていう設定を、うん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 、で、あの、よその人のところの言葉を変えるっていうのは、スタンダードであると思うんだけど、うんうん、うちら江戸の人でもなければ、上方の人でもないから、うんうんうん、やっぱりどっちかを自分の方に寄せて考えないと、うんうん、この金明地区のこのまっちゃんの、うん、まっちゃんがポカンとして面白いっていう視点に立つのは難しいと思うんだよね。うん、それで、私たちもまあ博多弁に変えてやっているので、ぜひとも北海道弁にと思って。なるほどね。うん、北海道弁っていうの？なんていうの？まあ、北海道弁だね。北海道弁。うん、ただ、北海道の人はね、総じて自分たちがなまっていると思ってないみたい。あ、そうなんだ。そうなんだ。特に札幌の人は、えー。へぇ、うん、まあ、なんか標準語喋ってると思ってるみたいなんだけども、うんうん、まあでも言っても、その、ちょっと本編でも触れてたけども、うん、やっぱり、例えば、家のルーツがやっぱり関西にある人もいれば、東北にある人もいるし、うん、北陸にある人もいるんで、うんうん、もう言葉がもうぐちゃぐちゃになっちゃってるし、うん、あとは、実際に、この、北海道が開拓された当時の頃っていうのが、まだ北海道弁として確立されたものがあったかどうかっていうのはちょっと微妙なんだけども、うん、そこはまあフィクションとしてうんうん、うん、まあこういうことでっていうので、うん、うん、うん、なんだけど、で、今、黒ちゃん、黒木さんは、ごめんなさい、いつも黒ちゃんと言ってるんで、黒ちゃんは落語茶屋ソネス、こちらでもう10年ぐらいになるって、そうね、10年、うん、10年らしいよ、うん、普段はカフェなのかな、普段はカフェです、うんうん、それを月1回そうですね、ジャックしてますね、うん、あ、ジャックして寄せっていう形で、うん、そうですね、福岡の俳優さんたちとか、うん、そういう方々が話し方として、うん、今大体何人ぐらいの方たちがその講座に上がったりしてるのかな、ね、うん、毎回第一火曜日に、うん、はい、役者がこう2人、うん、2本の落語と間で幕開歌謡をミュージシャンがやるっていうのを回していっておりまして、なるほどなるほど、うん、でその演者としては、うん、どんくらいかな、
15、6人ぐらい。ああ、そっかそっか。もうちょっといるかな。うん。でもその、ちゃんと屋号とかもあるんだよね。そうそうそう。あのね、うん、面白いの。ソネスヤっていう お家というかね、うん、ソネスヤっていう一派と、うん、通風亭っていう一派と、通風亭はね、みんな健康状態が良くない。でかい、体の大きな人たちが多くて。で、あと、女性ばっかりの椿亭、うん、あとは、中村っていう名字の人ばかり集まった中村屋っていうのがあって、うん、それは本当に中村さんなんだ。そうそう、中村さんなのよ。歌舞伎俳優みたいだね。そうそうそう。で、あと、流され屋っていうのが。流され屋。うん、流され屋水賢さんと、流され屋水斗さんと、流され屋水ちゃんさんとか言いますよ。それぞれ一派があるんだ、うん、その屋号。そう、それぞれなんか特徴、特徴というかその人の人に合わせて、うん、あの、派閥を組んでる感じ。なるほどね。そっか。そういうので、いろいろと、古典、主に古典を自分たちでアレンジしたりとか。そうだね。古典のアレンジ、古典と、それから、まあ、もう、丸切りの創作もやりますよ。あ、そうなんだ。うん。へぇ、うん、創作落語ね。うん。まだ、クロちゃんも書いたりしてるん。ああ、そうそう、書きます、書きます。椿亭の分は私が書いたりしますね。うん。うん、あとは、まあ、その、リライトをする古典を、この、現地に置き換えてやったりするときの書き直しとかもやります。じゃあ、いろいろと、その、もともとのお話っていうのを結構勉強してないと、なかなかわからなかったり、できなかったりするよね。そう、下げはさ、もう現代で通用しない下げとか結構あるでしょ。そうだよね。うん。なんだそれ、棒だらとかさ。棒だらってなんだよって話や。棒だら。もう、で、現代で全然通用しなかったりするから、うん、もうそれはもうまるっと下げを変えて、コール&レスポンスにしたりとか、なんか、ダジャレというか、にしたりとか、そんな感じで古典でも変えていくし、まあ創作でも、江戸を舞台にした創作だったりも、まるっきりカフェが舞台とかの現代の話にしたり。現代でもやってるんだ。やるやる、うん。お客さんにしてみれば、どっちも架空の話だから、どっちかというと、その現代の方が、話が入ってきやすかったりもするじゃないですか。あ、うん、そうかもしれない、うん、語り口調と、まあ、というかお客さんと対話するっていうこと自体が落語だと思えば、別に江戸の舞台じゃなくても話は成立するはずだと思ってて、ちょっと聞いてる方に、石庭っていう今立ち位置で黒木さんがされてるんですけども、石庭っていうのはちょっとわからない方もいらっしゃると思うんですけども、基本的には寄席ですとか落語会の、まあ、主催者、プロデューサー、そうですね、でキャスティング、その交番っていうんですけども、どの話し家さんを、誰をお願いしてとかっていうようなことを決めたりとか、演目を考えたりとかもするのかな。そうですね。演目まで、うん、演目も、うん、その人に合う演目を当てがったり、ね、まあ、プログラムを組んだりとかするっていう、ね。そうですね。うん、それから、その、実際にその、お客さんが入って、その、うん、そこまでをもう、全部、まあ、ゼネラルプロデューサーだよね、要するに。うん、そうですね。うん。役者を見つけてきたり、それを育てたり、稽古をつけたりとか、そういうところからですね。そっか、もう、あれだ、10年ってことは、じゃあもう、だいぶいろんなものやってきたでしょう。どうやらそうみたいやね。もうなんか、あっという間に過ぎるので、びっくりするんだけど、今、だいたい200演目ぐらいやってるのかな。ああ、そっか。うん。落語と話ってもう、膨大な数あるからね。それに新作なんか加わったり、アレンジなんか加わったらもっとね、うん、またね、やる人によって同じ演目でも全然違ったりするし。そうだね。うん。それで、今ね、女性も多いし、女性がまたやるとまた雰囲気が違ったりとか。そうそう。まあ、人によるっていうのもあるけども。うん。で、先月、演劇の方で、福岡でされたということで、はい、お客さんを入れての、お芝居をされたっていうことですけども、ね、はい、なんかオムニバス形式のものだったのかな。
そうです、そうです。オムニバス、ポンプラザホールっていうね、まあ、区のも建った、福岡にあるホールなんですけど、そこが、まあ、空いてすぐの公演ということで、役者4人で、4本のオムニバスかな、の公演をやりました。実際にお客さんを入れてというので、まあ、解禁してからっていう形かそうな。ですね。しばらく実施できなかったの？そのホホールールっがて。閉まってたんだあ、よね。なるほどね。閉鎖してて。あ、そっか。で、実際手応えとしてはどうだったのかな？まあ、なんかね、やる方もピリピリしちゃう。私たちが7月の16、17にやったんだけれども、もうその直前に新宿の件があって、で、まあ、それまではみんな、わあ、劇場でやる、久しぶりだ、頑張ってね、みたいな感じだったんだけど、一気にキュンってなって、本当にやっていいのかな、みたいな。お客さんも言っていいのかな、こう笑っていいのかな、みたいな。声出しちゃダメなんじゃないかなとか、いろいろ考えるじゃない？で、お客さんも緊張の方が勝ってた感じがしたかな。さちこももちろん、さちこ同盟とかやったりとかし幸子て、同盟。くのたちがやったやつね。僕が当時所属していた劇団の、主催の方が書いた本なんですよね。それさをっちやゃらん、せて童いた謡だきさっましちゃたんよ。の 異常に信奉する集団の話っていう、まあ、コメディというか、なんていうのかな、ナンセンスなんだけども、バカバカしくも面白いっていう。そんな、まあ、距離をテーマにしたものが多くて、役者も絶対2メートル以内には近寄らない。お客さんとも3メートルきっちり取ってるっていうのを、まあ、舞台上にも、ここが2メートルっていうラインですよっていうのを引いて。で、お客さんも、これが2メートルかって思いながら見ていただいたら、まあ、自分らが今度芝居するときとかに、参考になるかなっていうのも込めてやってみましたが、やっぱね、まだちょっとみんなビクビクしながら見るような。そうか。ポンプラザっていうのは、福岡市の博多区にある劇場さんなんですそうけでどすも、ね。キャパシティが普通だったらどのぐらいなんだっ普け？通だったら108ですね。108。それを間引いて。そうです。一席ずつ開けて、だからフルキャパ54ってこと50、で。半分に。そっか。僕も18年前、ポンプラザホール立たせていただいたことがあるんですけども、ちょっとね、もう、記憶が、もうね、前後飲み歩いたことしか覚えてない。あの時はまだ元気だったからね、とにかく、夜の街を徘徊した記憶が、酔っ払って地面で寝てても、なんかそう死だなないね。程度のね。でもね、時々ね、ちょっとこっちでもね、福岡の劇団さんの話とそうかだもね。出ることがあるんだけどもね。ああ、3月に万能グローブガラパゴスダイナモスっていう劇団が、札幌公演するはずだったのが、まあ、札幌が先に緊急事態宣言したじゃん。そうだね。そう、あれで行けなくなっちゃって中止になった公演もありましたね。割と、札幌とは、福岡は、コンタクトよく取ってると思いますよ。今はソネスの活動っていうのはお客さんは入れてない状態。8月は試しに、8月、7月か。7月の時には、先試月。しに入れてみたんですよ。3人入れてみました。本当はまあ20人とか入れるところなんだけおれ客どさんも、3人で。3人で、劇場というか、このカフェの中の全体人数を10人までって考えようかっていうことにして、まあ、スタッフとか演者とかを、数えると、あとお客さんを3人入れると、この空間に10人になっちゃうなっていうところで、3人っていうことにそしれたんがだもうけ物理的にちょっと限界なのかな。ど。ただまあ、もう少しずつは入れていいのかなと思ったんだけど、その時、7月の時にはまだ、感染、第2波っていうのが来てなかった時だったそうから、か。そう、良かったのよ。で、また8月、9月になってくると、また今、福岡でもすごい出てて、もうちょっとこれまだ、ちょっと、ブレーキかなっていうところではあるけど。やっぱさ、落語を、お客さんの前でしないと、だいぶ役者のテンションが違ってて、そうだね。だ8から、月、今月に関しては、じゃあそういう形ではなくて、
何か、違うスタイルでやったのかな。そう、8月は本当に、コロナ宣言というのが福岡出てたんで、劇場でというかカフェでやるのも、あれだなってことで、まあ飲食店で出るとまた問題になるじゃない？うん、うん、それもあるから、8月に関しては、うちで座談会ってことで、各党首集まって、今後のことを、なじり合おうみたいな。なんか会を、ドラフト会議っていう。そうそうそう、ドラフト会議やった。ちょっと伺ってますけども。うん、逆にね、そういう時だったら、またできることっていうのがあるからね。そう、私たちがやりたいのが、お客さんと一緒に、こう、笑顔の時間を共に持ちたいっていうのが、やっぱり一番にあるから、その手段、落語はその一つの手段であると考えるので、何か楽しい、一緒に楽しい時間を過ごせることっていうふうに考えたときには、まあ、ドラフト会議も楽しかったし、配信でやると、こう、お客さんのもうレスポンスしやすいじゃない？なんか、普通に客席にいると黙っとかなきゃいけないかなっていうのはあるけど、結構。生配信？生配信で。ああ、そっかそっか。じゃあ、ただコメントでどんどん入ってくるって。コメントが来るって形だね。今僕がやってるこの YouTube 落語っていうのは、お客さんの顔が見えない形で、自分自身の勉強っていう、ほぼ自己満足なんだけども、それは工藤が自己満足って言っちゃうからいけないんじゃないの？誰かを楽しませたい、誰かを笑顔にしたいと思ってやるっていう姿勢でやれば、いいんじゃないの？そうだね、正直、だから今回みたくリクエストいただいて、やった時には、クロちゃんに聞いてもらえるっていうことがやっぱり頭にあったんで、伝わってるよ。少なくとも一人いるっていうのがある、その人の笑顔っていうのはやっぱり考えるから、そうすると、だから、まあ、本来、温度差があってはいけないんだけども、表現をやる以上は、でも、やっぱり正直今の段階では僕の中ではまあちょっと課題かなっていうのが、それが今回やったことで見えてきたんだよね。だから本当にね、黒木さんにはありがとうって本当に言いたいんですけども、気づかせてくれたなって思って。だからさ、演劇ってさ、同時性を求めるというか、どうしてもその場でお客さんがいるのが今まで当たり前だったけど、例えば絵の世界とか、写真の世界とかって、お客さんはその出来上がった後に見るじゃない。だから、きっと絵を描いてる人たちって、こんな気持ちでいつも描いてるんだろうなって思うんだよね。その同じように多分、誰かを幸せにしたいと思って作っていると思うんだけれども、その出来上がりまでの過程はすごい孤独じゃない。でも、その笑顔を思い浮かべながらきっと作っていらっしゃるんだろうなっていうのが、この配信とか、この時差がある状態っていうものを作り始めてから思ったね。そうだね。そういう意味では、作る、僕自身もすごく、改めて、こういうものを作るっていう、のに折に触れて、新鮮な気持ちになったかなっていうところがすごくあって、黒木さんは、今後も月1でソネスの活動っていうのはやっていく形なんですよね。他に演劇の方とかも今はされてるんですか？この間やったやつの第2弾っていうのも、あるし、あとはまあ、若手で今制作のね、劇団の制作をね、頑張ってる若手がちらほらいて、その子たちの お助けマンというか、困った時の相談に乗ったりとか、そういうことをして、少しでも、力になれたらなっていうことはやっていた。本当に福岡のそのみんながまたね、うん、笑顔になれるような、改めてこういう話をするとすごく恥ずかしいんだけど。
次の落語座やソネスは9月1日第1火曜日だから9月1日の午後8時半からです。9月1日の午後8時半から、うん、はい、これもあの、ライブ配信、 YouTube 配信、はい、そういうことで、今日は福岡と札幌で結びまして、黒木香織さんに、お付き合いいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。それでは、今週はこの辺で工藤浩二44歳と黒木香織でした。